史と関係性を紐解く熱いトークショーを始めていただきます。紐解く熱いトークショー、はいはい、今回佐渡原藩、はい、関ヶ原の合戦後の復活からですね、420年の記念の年ということでございます。結成70周年をお祝いにですね、来ていただきました。佐渡原藩から来ていただきました。ありがとうございます。それでは、ボランティアガイド森さんにこの後お任せしたいと思います。よろしくお願いします。森会長、よろしくお願いします。皆さんこんにちは。観光ボランティアガイドの森です。今日は九州宮崎から佐渡原藩の方々に来ていただきました。草津の市政70周年に、引っ掛けてこの佐渡原藩がですね、復活して420年になるそうです。で、この佐渡原藩と本陣の関係は大変深いものがありまして、そこの本陣ですね、この本陣が江戸300年の歴史の中で最も大きな出来事、これは何だと思われます？参勤交代でお泊まりになったお殿様がこの本陣で亡くなられたというのが一番大きな出来事だと言われてます。で、その亡くなられた藩が佐渡原藩なんですね。佐渡原藩はお殿さんが亡くなられて、まあこれはやむを得ないことですけれども、大変なまだ問題を抱えていたわけです。それは何かと言いますと、このお殿さん急性で息子さんはあったんだけども、まだ幕府に登録がされてなかった。で、この幕藩体制において世継ぎの登録がされてないと通りません。お取り潰しになってしまうわけです。さあ大変ですね。それで残ったお家来衆は、まあ、首を集めてですね、相談しまして、なんとか藩が続くようにというふうに考えた結果、本陣に願いが出ました。病気療養中ということにして、遺体を預かってくれないかということなんですね。で、本陣も大変なことが分かってますので、これを引き受けました。で、その引き受けて東本清掃してやって登録ができたのが77日後、天保10年の4月7日のことです。で、これは旧暦ですので今の5月の中旬ですね。77日というともう8月です。この真夏に77日間も遺体を預かっていた本陣は営業はおろかできないし、当然上段の間はもう腐ってしまう、そんな状態だったわけですね。大変なことでしたが、これをやり遂げたというのが今日のお話です。で、今日はまず佐渡原藩から来ていただいた家老家の薄久宏様、ご紹介いたします。奥様の千夏様です。それから皆さんご存知の本陣の岩間和美さんです。今日はそれぞれその当時のお殿様田中家のご主人に成り代わって演劇をしていただきます。よろしくお願いいたします。これは田中殿、その節は随分お世話になりました。多分にご迷惑をおかけいたし面目ない。田中殿のお力添えがなければ佐渡原藩の運命はあの時すでに尽きておった。今日は草津市政70周年のめでたき日に我らに声をかけていただき感謝極まりない。
田中殿と185年ぶりにまたこうしてお会いできるとは思いもよらなんだ。我が藩がお取り潰しを免れたご恩は忘れてはおらぬ。お方の随子が礼をしておるが、わし自身も礼を述べたいと思っておった。思いがかなって本当に嬉しい限りじゃ。お殿様、185年ぶりのご無沙汰でございます。失礼しておりました。あの際には後継ぎがお決まりになり本当によろしゅうございました。はい。ところで田中殿、地庫をお寄りくださるか。はい。田中殿、はい、実を申せばあまり大きな声では言えぬが、わしはあの日朝から気分が優れず、草津に着く頃にはめまいがひどくて、何があったかほとんど覚えがないのよ。一寝入りしてから草津の川を渡って江戸へ向かう手はずが、つい深寝入りをしていつの間にやら三途の川を渡ってあちらへ行ってしまったのだよ。それだから草津の宿で大変なことになっているなんぞつゆ知らぬことよ。しばらくすると遅れて三途の川を渡ってきた我が家臣どもがあれこれと話をしてくれたのだよ。それにしても我が家臣どもは田中殿に随分無理なことをお願いしたものだ。よくぞ我らの掟破りの願いにお力をお貸しいただいた。一つ間違えば我らもそなたもお取り潰し、同じ運命をたどっていたやもしれぬ。草津の川は橋がなくても渡れるそうだが、よくぞ危ない橋を我らと渡ってくださった。本音を申せば随分厄介な話に巻き込まれて難儀なされただろうに、改めてここに礼を言わせていただく。ご丁寧なお礼の言葉をいただきありがとうございます。実はお殿様お亡くなりになられてご存知なかったかと思いますが、あと20年も後になりますと江戸幕府がなくなりまして、その前に江戸におられた奥方様皆様が国元へお帰りになる、一斉にお帰りになることがございました。その際に、随神様にも再び本陣の方にお越しいただき、その時にもまた御礼をいただいたわけでございます。はい。その節にはお世話になりました。久しぶりに草津に参りまして、高い建物がたくさん建っていることに驚きました。今日は、本陣の方でその時にお送りしました赤い毛線が展示されているそうなんですけれども、これから楽しみに見させていただきます。はい、ぜひいらしてください。今いただきました、あの時いただきました毛線というのは非常に貴重な鶴の羽が編み込んだ毛線でございます。さらにその時いただきました300両でもちまして本陣をきれいにいたしまして、その後現在も江戸時代のままの姿をとどめております。ぜひこの後本陣の方へお越しいただきたいと思います。それではどうぞごゆるりと本陣でお過ごしくださいませ。今日は本陣は無料開放で、佐賀原藩の当本陣の歴史を特別展示もいたしております。どうぞ皆さんこの後お越しください。それからもう一つ、ご紹介をさせていただきます。今日大名行列、公家行列に花を添えていただいた花園さんです。この方が、今日特別にここへ来られたのには訳があります。やはり訳があります。この花園さんは、和宮の行列に加わってるわけですけども、他のご上老さんと違いまして、将軍家持ち付きの上老で、そして江戸からまず京都御所へ迎えに上がって、そして和宮さんをお迎えしながらこの草津を通られたということなんですね。で、草津に特別関係が深いというのは次にあります。なんとその今30歳なんですけど老中ですね、その後30年後にこの草津で有名な足浦観音寺、これは琵琶湖の船奉行をやっていた
とんでもない天台宗のお寺なんですけれども、そのお寺の第23世の住職になられたんです。その時には60歳でした。で、もうすぐ5月4、5には阿修羅観音寺の春の公開があります。阿修羅観音寺のご住職のご協力で、この花園さんの肖像画とか、それから、大奥でお使いになっていた小袖、それからお道具類、そういったものを展示していただいて、5月4、5には皆さんがぜひ、阿修羅観音寺に来ていただいて再会をしていただきたいと思います。それでは ありがとうございました。よろしくお願いいたします。行くんやったら一緒に行くでしょ、絶対いいでしょ。